どうも、ゆずきゆかりです。今回は、飛行武器のおかげで、使用頻度がとても高くなった、強化延長10秒アクセを入手できる、アイドルキャッチ協力ピュアット大運動会の周回おすすめキャラを紹介したいと思います。プレイ動画だけを見たいという方も多いと思うので、早速ですが、私一押しの2キャラのクリア動画を流したいと思います。解説等は動画後に行いたいと思います。それではどうぞ。ドドロキ翔太の動画の音声収録ができていませんでした。申し訳ございません。はい、自分で言うのもなんですが、かなり早いと思います。トドロキ翔とのコンビネーションゲージを見ていただければわかるように、適正キャラで理想的な動きができれば40秒を切ることができます。7周年アイリスの動画はスキルコンビネーション前に撮影したものなので、ゲージからはわかりませんが、ほぼ40秒くらいです。これはだいぶうまくいった方なので、平均だと50秒ちょっとくらいでしょうか。協力クリア後の10秒とリザルト画面、ロードを含めると1周1分に30秒くらいですかね。もちろんこのタイムを目指す必要は全くありません。ドロップ運が悪く、ステージ構成を完全に覚えさせられるまで延々に周回させられると、人はこのくらいの時間でもクリアできる体になるという実験動画とでも思ってください。では、先ほどの2人の装備紹介をしていきたいと思います。ででん。武器アクセは、オスクロルモチーフ、移動速度 75% などで移動速度を持たせられる限界まで上げています。石板は、左から、チョコタヌキ、銀タヌキ、ゴールデンボール、マッスルゴーレムで移動高速を上げられるだけ上げています。なぜか、動画ではチョコタヌキを持たせていないっぽいですが、持たせた方がいいです。7周年アイリスは基本スキルぶっぱでスイッチを踏んでいくだけなので解説はないです。強いて言うなら、2面の最初の花は通常攻撃で倒した方が早いくらいです。バリア完備、ステータスダウン無効で減速床を無視でき、気をつける部分なくサクサク周回できます。もう終わりますね。優秀な子です。1面のチェスを1匹倒し逃してるので、本来残り時間プラス4秒を残せるのですが、結構やって、この動画が一番クリア時間早かったので採用しています。続いては、トドロキ翔太くんです。ででん。装備の方針は、アイリスと大体同じですが、通常攻撃を振る回数が多いので、高速を多めにつけています。注目してほしいのは、石板に丸ヌークを持たせている点です。開幕でチェスが飛んできて転倒したり、被弾してゴールデンボールの効果が消えたりするので、ステルス石板、または開幕バリア石板を持たせましょう。最初に S1 を2回打たなければならないですが、双剣のダッシュもあり、ミスした後もリカバリー容易で、平均クリアタイムも早いです。ボス面の殲滅だけ苦手なので、ここだけスキルコンビネーションしてもいいかもですね。今回の動画は、控えは、親密度要因の自由枠にしています。終わりましたね。フリックしなくていいのも楽ちんです。フィールドのダメージ判定が 0.5 秒間隔で、範囲も広く快適です。この2人持ってないよ、という方も多いと思うので、どんなキャラが適性を持っているかを紹介していきたいと思います。最初にステータスダウン無効を持っていないキャラが適性が薄いので、あまりおすすめしません。
なぜかというと、減速床を踏んだ時のストレスが半端ないからです。すぐに加速床踏み直せばいいじゃんと思われるかもしれませんが、持続時間が短く、マッスルゴーレムの効果も打ち消されるので、絶対やった方がいいです。人工知能の石板はありますが、減速床は6箇所あるので、やはりオートスキルに持ってるキャラを選ぶべきだと思います。次に、メインの攻撃方法が、雷属性のキャラはおすすめしません。雷属性吸収の稲妻陣は進行フラグを持ってしまっているので、倒すためには1回通常攻撃を挟んだりする必要があり、周回だと面倒なので非推奨です。この2つの条件を満たすキャラなら、ストレスなく周回ができると思います。効率を突き詰めるなら、その中でもビームキャラはスキルなしで殲滅できるキャラを使うことになります。ただ、ビームの性能のせいでおすすめできないキャラも一部いますが、聞いててもパッとあのキャラ使えるじゃんと思いつく人も少ないと思うので有能キャラたちを抜粋しときました。ででん、この4人が周回性能ティア1の優秀キャラたちです。動画で紹介した2人は省略します。ホノリルテッドはトドロキショーとのスタートアップある代わりにダッシュできず、1回1回バスタースピンをしなくちゃいけない番です。ニエルはお持ちでないのですが、クリア時間は早いけど、操作が忙しい7周年アイリスみたいな感じだと思います。スペックは完璧ですし、フリックキャンセルもできるので早いと思いますが、敵がいないところでビーム打つ場面多いのでどうなんでしょうね。このキャラたちは、状態異常無効、ステダウン無効、バリア等で転倒、のけぞり無効になっているので、早い上に、ストレスも感じにくく、周回に適したキャラたちです。次に、この4人に比べれば、ほんの少し劣りますが、快適に周回できるキャラたちがこちら。ででん！全員、優秀なビームを持つキャラクターたちです。この中では、キュアが頭一つ抜けています。ルナとセレナは、スタートアップがあるのと、ルナは、スキル時間が短すぎて、多めにスキルを打たなければならないのが、先ほどの4人との差ですかね。ステータスダウン無効持ちのベロニカや体験シローはモーション関係でおすすめしません。まあ、おすすめしないキャラたちでも、CC 後の通常攻撃を使って減速床を丁寧に避けて進んでいけば、1分30秒くらいでクリアできるんですけどね。効率と親密度を天秤にかけて操作キャラを選んでください。キャラクターの武器、石板、アクセは、全員移動高速モリモリ&ステルス石板がテンプレです。状態異常が気になるなら、安心コマンダーの石板を持たせましょう。感電、スロウ、封印が、まあまあの数飛んできます。控えは自由なので、親密度枠を削って、状態異常バリアや速度バフを負けるキャラを編成するのもありですね。ドロップ率の話。クリア報酬のアクセサリーのドロップ率は体感 50% くらいなのですが、ドロップするアクセは3種類あり、狙いのアクセのドロップ率は6分の1になります。狙いを引けても、アクセサリースロット1、2、3の最高値が、それぞれ6種類からの抽選なので、強化延長10秒のドロップ率は1296分の1となります。怖ー。まあ、キングドグーの決戦アクセで9秒出てますし、魔導少女の金指輪でも、9秒は10秒の3倍出やすいので、全然それで妥協してもいいと思います。見栄え的に最高値が欲しい、TA やってるので9秒で妥協したくないなどの人は狙ってみてください。前の決戦イラドーブで、私は9秒の妥協アクセを使ったのですが、バフがない時間が2秒ほどあったので、ちゃんと TA する人は、取っといた方がいいです。ちなみに、強化延長10秒は、大体で計算すると、900周して、ようやく 50% で引けるくらいの確率です。怖ー。1分30秒を900周すると、22時間半くらいですかね。私は2000周で1個でした。はい。オチもついたので、これで解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。今回は、初めての編集とボイスロイド解説だったので、
お見苦しい、お聞き苦しい点があったと思います。ここの口調に違和感あったや、レイアウト変えた方がいいなどのご意見がございましたら、コメント欄にお願いします。この動画は、使用確認を兼ねたテスト動画だったのですが、思ってたより長いものになってしまいました。ある程度、編集とボイスロイドに慣れたら企画動画をやろうと思っていますので、今しばらくお待ちいただければ幸いです。企画動画は、射程、移動補正、SP 回復量ランキングなどを予定しています。すでにプレイ動画は撮影済み。告知もしたので、これで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。